さ あ, さあ、はい、来ました、うん、時間もちょっとね、夕方今も5時ぐらいで、そうですね、1個言っていいですか、はい、登場してただいま、いつの間になんで触れてくんないの、なんで普通に行こうとしてるの、ねえねえねえ、うん、もう今日はなかったことにしよう、今までとさ、なんか違うところが絶対あるじゃん、なかったことにしよう、あ、じゃあこれ後で囲んで消すってこと、そう、いや、今実はいる体で俺たち喋ってるけど、だからこれだけ合成です、これだけ出して、ね、ただいま、このすごい、ちょっと今日昼間すごい暑かったんだけど、うん、過ごしやすい気候なんです、確かに、そんな過ごしやすい時間にぴったりなお店があるんです。なんですか？おっと。いやー、楽しいですね。はい、こちら、鶴ヶ島のスーパーオアシス。桜荘でーす。来ました。桜荘。これね、お蕎麦屋さんなんだけど、うん、まあ、お蕎麦と結構創作料理的なね。はい、店内がいいのよ、すごく。いいんですよ。行ってみましょう。もう入り口から素敵ではあるんですよね。やってる？本当にやりたいな、それ準備中でしょ、やってる？やってる？やってる？乗ってる？こんにちは、お邪魔します、お邪魔します、あー、どうも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 、鶴です、鶴です、お邪魔しました、お邪魔します、ミスター桜荘です、お邪魔します、ちょっと上がらしてもらってもいいですか、はい、どうぞどうぞ、お邪魔します、もう素敵な庭が見えてるね、そこにね、見えてる、鶴です、では改めて紹介します、桜荘店長内野さんです、お願いします、ありがとうございます、僕の高校の同級生の弟さんという意外な関係なんですけど、さすが地元だねあるんですね、さあ、あの今回はあのまあ今のこんなこんなというかこの状況に世の中がなってしまって、まあ、僕ら自身もちょっと動きづらくはなってるんですけども、鶴ヶ島の、まあ、鶴フェスとかでね、お世話になった人たちとかそういうお店は何してるかなと思ってやってるっていう感じで、ちょっと元気っていう感じでちょっと皆さんにこう挨拶させてもらってるっていう企画で、はい、鶴の YouTube チャンネルの方でちょっと紹介させていただこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします、お願いします、で実際この今の状況になってからお店の方なんかこうやっぱ変わりました、いろいろ変わったこと、お店、そうですね、やっぱこうあの自粛期間もあって、うん、まあうちの場合とこちょっとあのスペースある方なので、うん、まあ、それでももうスペース上げながらで、まあ、営業は継続してたんですね、はい、ですけどやっぱこうお客さんのこの使われ方っていうのが随分変わってしまって、はい、ちょっとやっぱこう売上的にもすごく下がるんですけども、はい、逆にこうそうなんかゆっくり使えるお客様がこう、うん、こう新しく来てくれるお客様も、あ、まあそうですよね、ちょっとその何ですか、客層じゃないですけど使ってくれる人のタイプが変わったって、ね、変わったんだなっていう、これぐらい広く場所取れるんだったら、ね、いいじゃないっつって、うん、そういう方もいる、テイクアウトとかも準備してたんですけど、はい、テイクアウトじゃなくて来たら食べてっちゃった、テイクアウトするつもりで来たけどいいじゃんってみたいな感じテイクしてアウトするテイクアウトは前からやってたんですか、いや一応僕これしてなかったんですけど、その年末のあの何でしたっけ、あの年越しそばぐらいだったんですけど、まあ一応ここでテイクアウトって言ってわざわざこうやってメニューを作ったんですけど、それも割と出るの、いやだから逆にそんな出るじゃ、みんな来たら食べれる、来たら食べれるそういうパターンもあるんです、そうなのね、来たら分かるよ、来て確かにお店に入ったら分かるよ、本当雰囲気がよ、これは中で食べたいと思うから、テイクアウトで帰るにはもったいなすぎるっていうね、はい、絶対自分の家で食べるよりいいもん、あ、そうだね、今時期またいいですね、今の、そうですね、ちょうどいいかもしれないですね、うん、ちょっとあのだいぶ緑が多いもん、ね、多すぎちゃうけど、ね、すごいな、そうなんですね、変わってる、いや、いろんなお店に挨拶させてもらってるんですけど、みんなそれぞれなんかいろんな影響を受けて、そうですね、いろんなやり方でやってるんだなっていう、市内の飲食店さんね、かなりこういろんな、 こうなんかアプローチの仕方をして、ええ、うん、テイクアウトとかもちろんなんですけどね、ええ、全然うまくして、ええ、本当にまあ僕らも人を集めることが今できなくなっているので、なかなか大変なんですけど、まあこの時期は確実にあのいつかは終わるだろうしっていうのは信じているので、
なんかこんな状況なのに全国47都道府県ツアーやりますっていう発表だけはしちゃってるんですよ。行きますよ、ツアーっていう。いつ行くかまでわかんない。世の中の状況次第。ぜひぜひぜひ。前向きだね。そうです。次行くんで、もうライブの際先払いさせてくれみたいな、そんぐらいのノリで企画をクラウドファンディングでやってたりして。ああ、そうです。はい。そうなんですけど、まあでもね、それ終わって、いよいよライブができるようになったら、今度やっぱ見えてくるのは、第2回ツルデス情報です。そうですね、うん、かなり反響があって、その、うん、ですよね、地元市外の声もやっぱあるし、うんうん、市外の人が結構同世代若、はい人たちから川田川越方面とか声聞いてます。あ、主催側の話とかだったりとか、はいはい、うん、ありがたいですね、うんうん、なので本当に、まあみんなお店さんにはみんなお願いまたしてるんですけども、本当にもうその時が来たら本当にまた一緒にワイワイしていただければと思います。ぜひぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ桜草ブースを出してください。なかなかちょっと近すぎちゃってね。イベント出てないこと多かったですけど、ね、ちょっとそういうのも やりたいなと思います、ね。庭の一部を借り取る方で、一部を再現して。中で残しても使えます。使い方いろいろあるここだから鶴瓶の会場だった運動公園から結構近くなって、うんうん、音とか聞こえる可能性あるよ、ね、あ片方によっては飛んでくるぐらい聞こえましたご迷惑を重ねて関係なかったから聞こえてましたね。お客さんなんか本当に知らない人が何かやってんだなって言って、うん、へえ、その何言ってるか分かるぐらいのレベルですか。あの思いっきり聞こえてます実際に聞けてます。じゃあその何ですか、例えば盛り上がってるからいとも聞こえるってことですか、ね、もうほぼ録音で聞いてるBGM かなぐらいの。かなり、はい。なるほど、ね、あれ思った以上に届いてる。いい調査ができました、ね、ここまでは聞こえる。なるほどね。だからここでツルフェスを楽しむっていう。ぜひ聞いてくれ、聞いてくれ。涼しいところで座ってゆっくり飲みながら楽しむっていうやり方。いや、それ絶対。ちょっとなかなかでしょうかね。そうだからその映像だけ、カメラを、だから、桜草のカメラをなんか会場に入れてここでモニターするっていうパブリックビューイング、そういう贅沢な楽しみ方もできるんですね。いろいろ夢ばかりができる、はい、ということで本当に今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。お互いなんか、進んでいきましょう。よろしくお願いします。というわけで桜草内野さんでした。ありがとうございました。鶴です。ホテイヤー。やってきました。なんと鶴ヶ島で江戸そばが食べられてます。どこでも江戸そばってのは食べられると思うんですけど、ちゃんと売ってるからお店の中で。そうだね。売ってるからね。はい。ね、こちらも鶴瓶では非常にお世話になりまして、はい、ね、それ以来結構。前鶴のライブにライブハウスに遊び来てくれたんだよ ね。いきなり鶴にすごいどっぷりになってくれて、なんかこう、まあ、ここだけの話、その鶴のスタッフの遠藤さん、遠藤ちゃんのことが大好きっていつもね、今日遠藤さんいないんですよ。プチ情報です。今日は何をして待ってくれてるでしょうか。突撃したいと思います。店主ミスターホテイさんです。ホテイさん、ほっくり、ほっくり、ほっくり。はい。あれなんか、何の曲が聞こえるこれは。アクセの声だ。ダイナマイツ感違いです。懐かしいし、懐かしい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっと突撃インタビューということで、ありがとうございます。はい、お世話になります。お願いします。鶴です。では今回いろいろお店、ご挨拶回らせてもらってますが、はい、ここまでテーブルでちゃんとインタビューするのは初めてです。そうなの。テーブルに通していただいて、そうなの。ありがとうございます。改めて紹介します。ホテイ屋さんのホテイさんです。
お腹が、お腹が持っていった。すごいです。軍配持ってます。なんで、今日ここの席は、はい、僕が昔遊び来た時に、はい、ここで食事をさせてもらったんですけど、それ以降、ここはあの鶴崎になってくれたらしくて、そうです、ね、飾ってあるし、テーブルにいいんですかこれ、いいです、蕎麦屋のテーブルに鶴ちゃんが、蕎麦屋さんはもうこれが代表なんです。すごいな、ピックがあったりね、ピックがあったり、あれ立ててるあれやつはもともとあったんですか。もともとね、フックだったんですよ。フックをエテル立てる方にぴったりですね、ぴったりですよ、バッチリだね、もうすぐ OK。 素晴らしいね、なんか本当にエスカレートしていったらもう壁に落書きとか入っちゃう。でもそば屋に落書きが和風な感じ、そば屋に似合うのすごいよ、すぐ落書きしちゃうんですというわけで、今回はですね、はい、こんな、世の中が今の状況になりまして、はい、僕ら自身もね、音楽の活動の幅がちょっと今狭まっちゃってるものなんですけども、まあ、鶴ヶ島でお世話になった、お店の皆さんは何してるかな、なんかこう元気してるかなっていうのも含め、ね、なんかこうインタビューしつつ、僕らの YouTube チャンネルの方でご紹介できたら、はい、ありがとうございます、はい、それは嬉しいですね、はい、いかせていただきます、はい、この状況になってから、はい、やっぱこう飲食店って、はい、結構やっぱり影響が受けてますよね。やっぱりね、最初の緊急事態宣言出た、4月5月はひどかったですね、はい、お客様ってこんなに来ないんだって思うんですよね。1日でお二人とかで、ね、待てど暮らせど、まあ、逆に言ったらそのちゃんと自粛を守ってるってことですね。そういうことですね、はいはいはい、でもそれ、そば用意して待ってる、そば用意して、もう30人前、40人前用意して待ってます。それ、やっぱりダメですか。1日半でダメになっちゃって、もう一生懸命みんなでご飯で食べたりしてましたね。それ仕込みはそんなに数も入ってないですよね。そうですね、はい、で、緊急事態終わってからは、ね、おかげさまでありがたいことに地元のお客さんがすごく温かいお客さん多くて、で一瞬落ちたんだけど、やっぱりそしたらメディアとかで飲食店が大変だっていう話になって、そしたら一生懸命お客さんがまた頑張って来ていただけるようになったんですね。来ることで応援だから来るよって言って、あとうちの神さんの友達とか、この地域の関係がある方々、皆さんに応援していただいて、やっとやっとなんとかね、続けてきたんですね。はい、なんか新しくそのコロナの影響で始めたことみたいなのがあるんですか。持ち帰りとか。持ち帰り始めましたね。いつまでやってなくて、はい、一時やっぱりどこの店も割とそうだったし、一時も持ち帰り専門店にしたんですよ。でも一か八かの感じでやったんです。その時に周りの皆さんにすごくよくしていただいて、今まで既存のお客さんからそういったお友達関係をすごくよくしていただいて、ソウルメイトの皆さんに聞いていただいて、それは本当にそこですごく助けていただいたんで、今またなんか続けていたんですよね。繋がった影響がここにも良かったですよ、はい、でライブができるようになるってことは、うん、人を集めてワイワイしていいんで、うん、そうなるといよいよ次のツーフェスが、うん、見えてくるかなと、はい、ツーフェス、はい、思ってますんで、いや楽しみだな、楽しみですよね、楽しみですね。ホテイアブースを、あ、ホテイアブース、ホテイアブース、テイクアウトもいいんでしょうか、信じみたいな。そばの打ち方を教えます、ね。そばまで打つの？大変。そば打ち、そば打ち体験、そば体験。なるほどね。体験ブースね。体験ブース。体験。これ俺やってみたいな。設置されます。じゃあ
だから、ホテルブースに入ってもらって、あらせていただいて、もっとドラマなんで、だから、鶴のステージは叩いてください。なるほど。すべて、ドムさんの代わりに叩いてください。それまでに俺、一人前にならないから。ならない。いいですね。厳しい。俺も頑張ろう。だから、そういう感じで進んでいけたらなと思って、はい、本当にまた、ぜひ、はい、楽しみにしてます。ぜひ、本当に今後も伺い、はい、はい、やっていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お会いしてます。ありがとうございます。いや、もう、これを見たら愛が引き締まる。感じまくってます。はい。もう、いえいえ、あ、そうね、ふぃ、あ、そうね、ふぃ、あ、そばや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 、そうだ。ちなみにこれ、あの使われるのは、ここから先使うかわからないですけど、はい、あの鶴のスタッフの、はい、遠藤さんのファンだということで、あー、それそれ、それ言われちゃうと、わー、キュッ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 、キュンキュンですね。キュンキュンですね。いや、やばいです。僕ら来るたびにね、今日は遠藤さんいるですか、うん、いないけど、すごい残念そうだな。残念です、ね。すぐに会いたいのか、遠藤さんに会いたいのか。なるほどね。いや、遠藤さんです。あ、よかった。じゃあ、僕ら帰りましょう。はい、そんなホテル屋さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いつも美味しいですよ。